那接下来我要欢迎，哎，我只记得他的那个。刚刚我忘了加你去 ，Sorry 啊，我打错了。脑体神经节。好，脑体。好，那接下来这一位是从那个日本 KPDI 来的那个伙伴啊，好，马里桑。那他要跟我分享一些，说实在，我不知道他跟我们分享什么。我本来以为他要跟我们讲那个Mozart Open Up 的东西，但是好像不是，所以我不管。老不管，反正拿他给我们东西，要讲我们都可以嘛。那所以我们就让他去，哦，接下来是。Maybe you want to refresh? Control on. Hello? No refreshes?No, that's your screen because your screen has resolution, has a long time. I think that's because you use Google Chrome. Yeah. Actually, that's the problem. 就是那个 Retina 到消费 Retina 造成的问题。浏览器对那个控制器不看不看是会有问题。Do you want me to help you to take a microphone? 好，那我们掌声欢迎一下。私も日本語でやらせていただきます。私はモジラではなくて、私は KDDI 研究所というところに所属しています。先ほどデュナミスさんから紹介されたように、日本で Firefox OS 端末を発売しました。でその開発にも私もちょっと関わっていて、携帯を他の携帯にタッチすると画像とか動画とかをその場でもうサーバーを介し端末同士でビデオとか映像をそのまま配信できるというそういう、機能を一緒に開発しました。今日本でちょっと売れてないのでこっちでも使えたら買ってくださいって言いたいんですけど、はい。で、私は大輔さんと一緒にこのちりめんというボードを作るプロジェクト、オープンハートプロジェクトに一緒に関わっていて、これは会社としてというよりかはもうコミュニティの一人として関わって、もうオープンの場で協力してこの開発をやっています。でこのボードっていうのは Firefox OS が搭載されていて、これからその IoT とか WoT とかそういう時代にその新しい、ウェブにもう簡単につながるデバイスっていうものを作っていくためのボードになります。今こちらにウェブアプリのソースコードを見せてますけども、こういう JavaScript、HTML、CSS で、LED とか、そういうデバイスとか、いろんな、フィジカルなものを操作できる、そういう、ボードにこれは、なっています。というのも、デバイスを操作する、GPIO とか I2C というようなインターフェースを、Web の標準化に、ウェブの標準に扱えるようにしていこうということで、このボードで開発をしています。で、ちょっとビデオのデモがあるので、昨日パブカフェさんでやったデモなんですけど、ちょっと見づらいかな。
ここに今チリメンボードがあって今ウェブが、はい、ここにチリメンボードがあって Firefox OS が動いています。で今ウェブアプリが立ち上がっています。で今ウェブアプリでそのボタンを押すと体系色が変わるっていう、これ普通のウェブのアプリだと思うんですけど、今ここ画面が変わるだけじゃなくて、今 LED をここにつけました。でこれがこのウェブボタンをクリックすると変わる、この背景色が変わるように LED も変わる。他にはこの実際の物理的フィジカルなボタンをここつけると、それもウェブのボタンと一緒にここを押すと変わる、まあ、こういうふうにあのウェブのバーチャルなボタンとか色みたいなものと物理的な、フィジカルな LED とかあのフィジカルなボタンとかがもう同じように使える、そういうあのそういうふうに、まあ、あの設計されたボードです。で今あの、まあ、このボードを生産しようとしていまして、キックスターターでこれを量産しようと今思ってて、あの希望としてはあの今年に、まあ、このあのキックスターターのプロジェクトをスタートさせて量産してみんなに届けたいと思っているので、スタートした時にはぜひみんな買ってください。ありがとうございます。明日、明後日メーカーフェアで展示を行います。我们今天后天在华山旁边有 Maker Fair， 那如果有兴趣的话可以看他的图像，还有十五圣城也有去那边展示那个 Firefox OS 跟那个 Web Maker 相关的东西，所以可以去看相关的东西的。好，Okay, great. You know what? I'm always dreaming that someday we can speak our first language to everyone. So this is the first time my dreams come true. So I'm gonna speak Chinese. 好，那刚的比较技术一点，不过如果你不知道的话，简单讲就是说那个那一块板子啊，它本身是有 Firefox 在里面的。那可以利用它来控制 GPIO 啊，那你可以把它想做成就是可以控制电路的开启或关闭。那所以就可以拿它来，比如说开 LED 灯啊，你拿它来做什么侦测超音波的那个距离啊，那些你就可以用 JavaScript 来写那个东西这样子。好，对，为了 GPIO。